うも、ドラムコーチの高田です。今回は RRL 右手のダブルだけで十分かっこいいんじゃないって思ったので動画作りました。そんなわけで小手先のテクニックを右手のダブルに絞ったフレーズをご紹介いたします。左手のダブルが苦手なあなたへの夢と希望が詰まった動画ですので、ぜひ最後までご覧くださいませ。これはすべて右手のダブルを加えただけのフレーズです。たったそれだけで、なんか技を繰り出してるように見えませんか？左手のダブルができないという方は、もう練習しなくてもこれをやれば大丈夫です。こう言うと希望が湧いてくるかもしれませんが、左手も練習しつつ、うまくできない間はこれを使ってみてくださいね。大丈夫です。左手も必ず追いついてきますから、諦めずに挑戦してみてくださいね。そうすれば、あなたも必ず叩けるようになる。今回はここまで。動画を最後までご覧いただき誠にありがとうございました。良かったと思った方はついでにグッドボタンを押してもらえると嬉しいです。ものすごく良かったと思った方はチャンネル登録してもらえるともっと嬉しいです。もっとかっこよいドラムが叩けるようになりたい方はノットノーマルまでどうぞ。それではまたお会いしましょう。